今日の内覧会ではドレスを着たモデルによるチャペル入場などが行われました。青葉区お玉屋下に完成した結婚式場青龍荘、東京のブライダル大手が2021年に閉館した温泉旅館天龍閣の跡地に建設しました。披露宴会場は最大130人を迎え入れることができ、キッチンスタッフによる炎を使った演出も。料理には仙台牛や地元の野菜が取り入れられています。仙台牛サーロインのロティです。いただきます。香ばしさとお肉の程よい脂の甘みが美味しい。そしてこの目の前に広がる緑と青空、このベストビューも美味しさを引き立てますね。挙式は昼と夜それぞれ一組限定で、すでに目標の2倍の予約が入っているということです。いろいろなお客様にお越しいただき、素敵な結婚式がご提供できるように頑張ってまいりたいと思います。青龍荘はあさって6日にオープンし、今月13日に一組目の挙式が行われます。